はい、それでは、僕のオリジナル曲を次は、聴いていただきたいんですけども、やっぱね、このコロナ禍の中でなかなかこの、ライブができない状態が続いてて、なかなかね、この仕事でもね、リストラされたりだとか、なかなか給料が減ったりとか、そういう人もね、多々いると思うんですけどもね、僕がこの音楽を始めたきっかけが、この困っている人とか、この不安な気持ち、僕はそういう体験、すごく気持ちが落ち込んだことがあったんですけど、その時に背中を押してくれたのが音楽で、僕も、そういう、なんだっけな、そういうね、音楽を歌いたいなと思って、そういう歌を歌いたいなと思って、音楽を始めたんですけども、次聴いていただく2曲はね、すごくね、この前向きな、僕は歌詞書いたんですけども、前向きなね、言葉をいっぱい詰め込んで、明日も頑張ろうって思ってもらえるような、そんな曲になっております。最後になりますが、2曲連続続けて僕のオリジナル曲聴いてください。お願いします。背負って進んだ先に